エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。練習チャンネルの山本です。亀国です。本日は池袋に来ました。やってきました。本日の客は池袋の年収調査、イエーイ。実はですね、この町3年前くらいから僕一人で来てます。その時の結果は忘れましただいぶ過酷なロケでしてね、はい、1本で4時間くらいかかってます。あ、なるほど、はい、本日2本撮りということなんで頑張っていきたいんですけども、池袋どんなイメージありますか？埼玉県民が集まる街っていうイメージですね、うん、なるほどなるほど。僕調べてきたんですけど、秋葉原に次ぐ第2のオタク文化の街と。全然イメージない。駅の乗降者数世界ランキング第3位ということで、めちゃめちゃ人もいます。はい、正直めっちゃ恥ずかしいんですけど、はいまあこれだけいるから4時間かからず撮りたいねと。そうっすね、はい、どんくらいだと思います？平均年収500万ぐらいじゃないですか。なるほど。僕は400万と。あ、低めですね。なんか結構若い人もいるんですよね、見た感じ、はい、確かに。早速調査していきましょう。はい、見ていきますお兄さんは何をされてる方ですか？職業を。居酒屋系です。居酒屋系。ああ。今おいくつですか？今60。今池袋でお店持ってるんですか？はい。あ、そうなんですね。居酒屋系の方は利益的にはどんなもんなんですか？月で行くと。ぼちぼちです、ね、ぼちぼち50万くらいあります？ね、50万はない。あ、従業員何人くらいいらっしゃるんですか？10人くらいです。あ、でも結構な規模。すごい。年収を調査してまして、年収をざっくり教えていただけたりしないですか？まあ500くらい。500くらい。ああ、なるほどなるほど。居酒屋系って意外と儲かんない。何店舗もやらんと飲食ってきついんですよね。やっぱそうなんだ。フランチャイズで居酒屋だと大体どれぐらい儲けが出るのが普通なの？めちゃくちゃよくて2、300とかじゃないですか。普通やったら1店舗まあ50とか。例えばどこがおすすめ、フランチャイズ加入するとしたらゼロ秒レモンサワー。ゼロ秒レモンサワー、はい。今どんな会社でお勤めですか？まあ、IT 系のベンチャーですね。はい。職種は？職種は営業です、ね、営業。はい。なるほど。今何歳ですか？もう27歳です。あ、27歳。今のが新卒で入られた会社？いや、違います、転職で入りました。あ、今が2社目。3社目ですね。あ、3社目。はい。前職はどんな？新卒でバス会社に入ったんですよ。はい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 。運行管理部門というか、はい、そこに入って3年ほど勤めて、あとは企業向けの農薬を作る会社だったんですけど、はい、そこで作業員として1年働いて。そうなんですね。はい。なんで今の会社に転職されたんですか？もともと派遣での紹介だったんですけど、はい、はい、そこから正社員の話が来て、はい、でそこで話をする。なるほど。実際今の仕事楽しいですか？そうですね、すごいやりがいもあって、はい、はい、楽しい仕事です。なるほど。ズバリ今年収どれぐらいですか？400から500の間だと思います。30歳想定で大体いくらぐらいですか？そんなに変わらないと思います。500がいいところなんじゃないですかね。なるほど。将来的にどうなっていきたいとか、これぐらい稼ぎたいとかあったりします？もちろん年収は欲しいんですけど、うん、バス会社にちょっと戻りたいなとか、そういう気持ちもちょっと思ってて。なんでですか？もともと運行管理部門で働いてはいたんですけど、はい、今営業というか、はい、いろんな別の力とかもつけてきた中で、はい、自分が交通業界にどこまで貢献できるのかっていうのはちょっと思ってはしますね。じゃあ今の会社で、いろんな知識をつけて、はい、最終的な運行業界に戻って貢献をしたいと。そうですね、はい、いろんな夢があるんですけど、それが一つ夢です、ね。お時間いただきありがとうございます。大丈夫です。はい、すいません、ありがとうございました、はい。年収チャンネルメンバーが直接面談、あなたにぴったりの求人をご紹介。詳しくは概要欄をチェック。今何中ですか？なんかえらいもん持ってますけど。あ、そうなんです。今から飲み会でちょっと買い出しに行ったやつ飲み会ってお店じゃないんですか？あ、お店じゃなくてちょうど事務所がそこなんで、うん。何のお仕事されてるんですか？ SES の営業をやっております。あ、今何年目ですか？ちょうど1年目ですね。あ、1年目。はい。それは転職してるんですか？はい、転職しました。あ、そうです。今おいくつですか？今年26歳になります。おお。じゃあ早速年収の方聞いてもいいでしょうか？ちょうど400万円。400万。うんうん。はい。SES 営業ってインセントがあるんですか？ありますね。マックスでどんくらい稼げる業界というかなんですか？ああ。先輩とかは100万円以上とか。月？月。やば。おためくりさん月もっと稼いでるらしいです。全然全然。スズメの涙という。年収3000万らしい。前職は何やってたんですか？通信業界で販売してました、ね。なんでこう転職をしたんですか？飽きたなっていうのと、うんうん、もう少し稼ぎたいなっていうのもあって。はい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 。じゃあ収入上がったってことですか？あ、そうですね、上がりました。お、前いくらだったんですか？350とか1回いかないかぐらいです、ね。まあまあ新卒だったら普通ですね。 SES 営業で稼いでる人って結構激務でやってるんですか？そんな激務ではなくて、実は10時から19時で働いて、はいはい、もちろん時間外でエンジニアさんの話とか聞いたりはしてるんですけど、うんうん、
激務ではないです。まあ、じゃあ月200働いてますとかいうわけではないんです。あ、そういうわけじゃないです。オフィスで一の蔵も飲むし。あ、そうです、ね、オフィスで飲めるのなんか羨ましいな。確かにないよね。1年に1回のお祭りみたいな時だけ飲んだことありますけど、今日何の変哲もない日じゃないですか。弊社のエンジニアとの交流会もありまして。そういうことか、はい、それの買い出しにちょうど行っておりました。あ、でもマイナビ時代にオフィスで飲んでよかったんだけど、コロナが流行ってる時にお店危ないからオフィスで飲もうって言って飲んだら、当時の部長が発案したんだけど、1年目がどういうことみたいな感じでコンプラに上げて、その人を厳罰食らうっていう。なんでいい会社だなと思って。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。何されてる方ですか？高校生です。高校生、はい、シャツしてるから社会人かと思いました。本当ですか？今何中やったんですか？カラオケ行ってました。こんな時間まで遊んで。ちなみにこれからみんなでご飯行くみたいなんです。何時まで遊ぶ気なんですか？12時ぐらいまで。マジで今何年生？いや今高3っす。受験生ちょっとやばいっすね。めっちゃ付属高校。いや、全然全然。お父さんの年収聞いてるんですけど、はい、知ってます？500万ぐらいです。あ、何してるんですか？携帯会社の社長です。社長なの？はい。社長だったらもっとあるんだよね。個人経営。ああ、ちっちゃくやってるんや。お兄さんは一応教師やってて、うん、多分1200万ぐらい。そんな行く？私立の教師。なんかアパートの経営とかしてて。何歳くらいのお父さん？50歳くらいですか、ね。お父さんとそういうお金の話とかってする？あ、しますしますします。資産相続とかそういう話よくされます。高3でする？兄と仲良くしろよみたいな。遺産どんくらいもらえそうな？3000万くらい欲しいですね。将来何になりたいですか？就職というか。あ、自分はもう教師です。教師。おお。僕まだ決まってないです、ね。うん。なんか優しそうやから心理カウンセラーとかいいかも。ああ、ありっすね。適当に答えても。はい、ということで間違って高校生の声かけてしまいました。声かけた後にバッグが見えて、あ、これ高校生かもなって思ったんだけど、即答で OK してくれたからなんかもういいやとも言えず。まあまあ、でも最終的にお父さんの年収聞けましたから。はい。お父さん山本くんは何してるの？工場の課長か係長。うん、年収は500万ぐらいやと思います。神戸大出身の息子で、神童と言われ、そう、神童。いいっすよ、僕の話は。じゃあ、ため国さんのお父さんは何してるんですか？事業部長やってました。親父が多分1200万ぐらいだった気がします、ね。めっちゃムカつくな。はい、じゃあ次行ってみましょう。ダメだよ、使っちゃこれ。何ストベロ飲んでるんですか？断られすぎてテンション落ちてきたんで、ちょっと1本入れとかなと思って。じゃあこれで気合入っていいインタビューできますね。なんで断んねやろな。はい、いや酒臭。やめろって。じゃあ早速なんですけど、お仕事についてお聞きしたいんですけど、はい、何の仕事をされてますか？システムエンジニアをやらせていただいてます。エンジニア歴どのくらいですか？10年ちょっとになりますね。お、めちゃめちゃベテランやん、はい。新卒からエンジニアですか？そうですね、新卒でちょっとやって6年ぐらい経った後にフリーランスに転向したって感じですね。あ、フリーランスなんですね。はい、そうです。自分で案件を取ってるのか、どっかに所属してそっから案件取ってもらってるのか、どっちですか？ちょっと今あのというところに、はいはい、お世話になって案件をいただいているって感じですね。あ、そうなんですね、はい。こんなこと聞くのも申し訳ないんですけど、はい、年収ってどのくらいですか？手取りで言うと多分700から800ですね。おお、はい、額面1000万超えてるよね。額面で言うと1000万超えてる。いや、でも年収って額面で言いますから。何人か聞いてるんですけど、はい、2番目に高いです。ああ、なるほど、それは嬉しい、はい、それも一番高い人もお父さんだから。なんか大勢にインタビューして。あは、それお父さん。お父さん、はい、お父さん。その働き方でどんな感じで、忙しいんですか結構？そうですね、まあ忙しい時期っていうのはもちろんありますけれども、その時期によって高稼働になったりお休みいただいたりっていうのは結構調整できる感じですね。ああ、そうなんです。フリーになる前はどういうエンジニアの会社で働いてたんですか？ SES の会社で働いてましたね、はい。その時は年収大体どれぐらいでした？その時の年収は400ぐらいでしたね、やっぱり。ああ、やっぱエンジニアは独立しないと稼げないのかな。なかなか会社員だと難しいかもしれないです。うーん、今フリーになって大成功してると。そうですね、まあ傍から見たら成功してるかもしれないですね。でもフリーはフリーで自己責任なんで、エンジニアが全員独立しろとは僕は言わないですけどね。あ、言わないの？どう思います？いや、それはその通りだと思います、うん。やっぱり自分を守る術とか、やっぱその契約書とかも結構目を通しますし、やっぱそういうところの慎重さっていうのはやっぱ大事ですよね。はい、ということで池袋の年収調査が終わりました。はい、全体的に高くはなかったですよね、うん。はい、あのお父さん1200万でも池袋じゃないですからね。まあ、確かに申し訳ないんですけども、池袋の年収は普通と。インタビューできる人バーッと探してたじゃないですか。動画には出れてないですけど、パパ活してるおっさんめちゃめちゃいましたね。確かにめっちゃ見ましたよね。そういう街なのかな、ここ。もしかしたら池袋はパパ活の街。パパ活の街の可能性があります。はい、コメント欄荒らすのだけは勘弁してください。ということで次回恵比寿エリアお楽しみに。はい、ありがとうございました。